新大山とする木々の中、山西方向より、左が龍王山、右が茶臼山。鳥池光彦の神社は、岡山県岡山市北区一宮にある神社、美前国一宮。旧社格は国平商社で、現在は神社本庁の別表神社。別称を朝日宮。岡山市西部、美前国と美中国の境に立つ木々の中山の、 北東六に東をもてして鎮座する。木備の中山は古来より新大山として信仰されており、北西六には備中国一のみや木備津神社が鎮座する。当社と木備津神社とも、当地を治めたとされる大木備津彦の命を主催神に、祭り、命の関係一族を廃止する。大化の改新を経て、木備国が備前、備中、備後に分割された後、 備前国一致の宮として数形された。中世以後は、宇喜多氏、小早川秀明、池田氏など歴代領主の数形を受けた。なお敷地内に、岡山県道700号岡山総社自転車道線の指定路が含まれているため、道県道が南北の両鳥居を潜り随神門の前を通過する形で本社敷地内を横断している。祭神は次の十二柱。 社殿では、水古天皇の時代に創建されたとするが、初見の記事は、平安後期である。新大山と仰がれる、木備の中山の裾の、大木備津彦の命の住居跡に社殿が創建されたのが起源と考えられている。演技5年から延長5年にかけて編纂された、演技式神明朝には、美全国の名神大社として、安紀都市神社が記載されているが、 木びつ彦の神社の記載はない。しかしながら、一宮制が確立し、明神大社制が消えると、備前国一宮は、木びつ彦の神社となったとされている。これは、天行二年における、天行の乱の際、安紀都市神社が住友に味方したことに起因する。一方で、木びつ彦の神社の本宮にあたる木びつ神社が、朝廷による、藤原住友の乱平定の祈願のご死に、 一しかったとして940年に一品の深海を授かった。それに伴い安人神社は、一宮としての地位を失い、備前の厳彦の神社にその地位を譲ることとなったと、される。戦国時代には、日蓮宗を信奉する神奈川城主、松田元成による焼き打ちに愛車殿を消失した。松田氏滅亡後、浮田直家が崇敬し、高松城水攻めの際には、 橋場秀吉も、文を祈願したと伝えられている。江戸時代になると、姫路藩主で、岡山城主の池田利隆が本社を造営した。利隆は、三政の誕生を機に、小安神社を造築した。その後、岡山藩主、池田忠夫により、本社、拝殿が造営された。池田津政が、車両三百国を寄進した他本殿を造営し、本殿、又殿、釣戸の 西門殿、拝殿、と連なった社殿が完成したに完成。明治5年、近代社格制度において県社に列し、昭和3年国平商社に昇格した。昭和5年12月、失火により、本殿とカンナらも以外の社殿、回廊を消失した。現在見られる社殿は、昭和11年に完成したものである。境代社殿は、消死の日に、 正面鳥居から火が差し込んで、西門殿の鏡にあたる造りになっている。キビ津彦の神社の、朝日の宮の別称はこれにちなむという。中山茶臼山古墳大、キビ津彦の命の宮内町寺城墓。境内広報に立つキビの中山には、多くの古墳や古代祭祀遺跡が残り、古くより、神体山としての信仰がなされていたと、考えられている。最高峰の北方 龍王山山頂には、鬼別彦の神社の元宮岩倉や雪末社の龍神社が鎮座し、中央の茶臼山山頂には、大鬼別彦の命の墓とされる古墳が残っている。小安神社系大北の末社群稲荷神社女神社、神社学三崎神社二社、石三崎神社二社は、本殿の周囲四隅に鎮座する。祀られる四神は、大鬼別彦の命の平定に従ったと伝えられる。 お田植え祭りは、毎年8月2日及び3日に行われる神事及び、それに伴う祭事。古くは、平安時代より取り行われてきたとされる、五穀法上を祈願する神事で、岡山県の無形民族文化財に指定されている。なお、この祭りが取り行われている間は、国道180号に接続している山道及び、岡山県道243号一宮備前。 一宮停車乗船が自転車を除いて全面車両通行禁止となり周辺のいくつかの道路も一方通行の規制がかかる。おたうえ祭りの流れ所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。